は、ルーン文字の一つである。マナズは、の再建された名称であり、性的に中立な意味において、人、人間を表すゲルマン祖語の単語である。単語、マナズは、古英語の、マン、マンへと発展していった。この語は、インドヨーロッパ祖語の語根、マンマイナスに由来している。アメリカンヘリテージ時点がそうであるように、 語源の説明のいくつかは語根を独立したものとみなしている。インドヨーロッパ系の神話においてマナスは最初の男の名でもあった。他のインドヨーロッパ祖母との関連を証明する語源説明の中で万の同根語とつながりがある。この語源説明は合理的な動物としてルネデカルトによって与えられた人の定義に適合する。この説明はしかし一般には 受け入れられていない。ゲルマン語派の言語に属さない、フィンランド語においては、この語源としてありそうな類比がある。フィンランド語では、人間は、エミナンという単語である。その意味するところは、不思議に思っている、誰かである。第2の語源説明は、マンの原型が、ヒューマンの原型の縮小形だと主張している。ヒューマンは、ドグムマイナス、つまり、英語の、アースに由来している。 ゴム、オンマイナスは、ある種の、アースリングである。単語は、まさにその最終的な音説である、M、オンマイナスにまで縮小する。エリック・パートリッジの語源辞典、オリジンズにおいて、万の項目にこの考え方を見出せるだろう。今日我々に、ゲルマン語の語形だけがあるとすれば、その派生論は、有望な説であろう。 が大地から出現した神であることにも注意が必要。しかし、その証拠となる、はずのインドイラン語派の単語、マヌは、事実上その可能性を否定する。11世紀頃、その意味を、成人男性に制限した、マンの使われ方は、後期古英語に見られ始めただけであった。そして、王子は、男性を表していた、単語、ウェアー、ワーは1300年頃には使われなくなった。 ワーギルドという単語に残っている。単語、マンの本来の意味は、古英語、マンシンに由来する、マンカインドのような単語に残されている。20世紀に入ると、人の一般的な意味はまたさらに制限されてしまった。エブリマン、ノーマン、その他の語として残っている。現在は、昔そうであったように、ほとんど独占的に、成人の男性を意味する語としての用例が、大部分である。 興味深いことに、全く同じことが、ラテン系言語の単語、ホモに起こっている。ロマンス諸語においては顕著である。オム、オモ、オンブレ、オメイムは、残された一般的な意味として、主に、男性に適用されるようになった。三つすべてのルーン詞に、ノルウェー語とアイスランド語の詞では、マスアとして、そしてコエー語の詞では、マンとして記録されている。ありがとうございます。